国鉄 DD53 型ディーゼル機関車。DD53 型ディーゼル機関車。DD53 型ディーゼル機関車は、幹線列車県民用、除雪用の両車を兼務させることを目的として、日本国有鉄道、国鉄が製造したディーゼル機関車である。ロータリー式除雪用ディーゼル機関車は、DD13 型を基本とした DD14 型が製造されていたが、 新潟地区で実用試験中に起こった38号設の際には対処不能になるなど本州の日本海側の湿った重い雪に対して使用するためには力不足だった。そのため DD51 型を基本に 1100PS の DML61ZR ディーゼル機関を2機搭載、さらに必要に応じて補機 DD20 系を連結することで これまでの大規模除雪列車である、キマロキ列車の能力を、ディーゼル化した、強力かつ高速に除雪を行うことができる、除雪用ディーゼル機関車して設計されたのが、DD53 型である。走行装置などの機構は、ロータリーヘッドへの動力供給機能を求められた。ために専用品、d w 2 a r が新規設計された、液体式変速機などを除けば、 DD51 型とは、ほぼ同一であり、下記は DD51 型と共通運用で、営業列車の牽引が可能である。当機は、除雪を行うことを前提とされているため、客車暖房の供給源である、蒸気発生装置は搭載していない。除雪時は、第一エンド戦頭部に、全長10メートルの二軸台車を持つロータリーヘッド、 ローターにより前方の雪をかき寄せ、その後方にある回転翼で遠方に投棄することにより除雪を行う装置を接合して要する。また、最前端には最大幅6メートルまで開くかき寄せ翼があり、幅の調整は6メートル、5メートル、3.5メートルでの選択が可能である。ローター等の駆動は機関車本体から伸ばされた動力シャフトによって行わるため、 車体形状は DD51 系の突型に対して箱型となっている。また、このロータリーヘッド上の運転席から遠隔操作で機関車本体の制御を行うことができる。2機のエンジンはそれぞれ独立したトルクコンバータに接続され、動力は1つに統合された後、2台車を駆動する。トルクコンバータには2機のエンジンの打ち方法を除雪用に もう一方を走行用に使用したり、両方ともローターの駆動に使用したりすることが可能な動力切り替え装置を持っている。両機関を除雪に使用する場合は、他の機関車を推進用に使用する。この目的で製造されたのが DD20 系の2号機である。後に各車とも d 1型による推進に変更され、d d 十三型、d d 十六系、あるいは電化区間では、 電気機関車なども推進に充当された。また、本形式は、ロータリーヘッドを外した状態での運転に際しても、動力切り替え装置を介することで2機のエンジンを交互に診断させる制御方式を導入しており、原型となった DD51 系の14ノッチに対して27ノッチという細かい制御弾を備え、編成重量の重い列車を牽引するのにも有利なものとなっていた。 1965年に2両、1967年に1両の計算量が、汽車製造で製造され、計画通り、新潟地区へ投入された。当機は、本来優等列車が難航する上越及び、新越線でできる限り列車に支障しないよう高速で、除雪を行う目に開発されたものであり、期間2機を除雪に使用し、補給を推進に用いた場合の、除雪能力は、 毎時1万トン以上、最大1万4000トン、最高速度時速 25km という強力なものであったが、当初の目的であったハイパワーが逆にあだとなって、本州の投入戦区で数々の問題が起こった。また、そのような性能の要求がある戦区が他になかったことから、本格量産には至らず、 除雪機関車の製造は、ロータリー式の DD14 型のみが1979年まで、細々と続けられた。また、本形式が製造当初に想定していた下記に、ロータリーヘッドを外して、一般の営業列車を牽引することも右越線や、万越再線で、東新潟機関区所属の DD51、経営運用を一部代替する形で行われたが、次第に少なくなり、 1970年代後半以降は、整備や検査以外で、ロータリーヘッドを外すことも少なくなった。当接が民家の敷地に飛び込む、電線を切断するといったトラブルは古くは、蒸気機関車推進のロータリー除雪車時代からあった、問題ではある。そのために、除雪列車に、大工や電気技師を同乗させることもあったという。しかし当時の交通機関においては、 自動車そのものの普及率はもとより道路整備も遅れていた上に十分な能力を持った動力源が無視機関しかなく実用的な道路除雪も不可能であったことで鉄道がなければ当期は地域が孤立する状態であったこのために鉄道の除雪に伴う多少の建築物の被害はやむを得ないことと許容されてたしかし 時代が、代わりモータリゼーション及び道路整備の進展、実用に足る出力と、大きさの内燃機関の発展で鉄道の優位性が、失われ、問題が、顕在化する。それまでのキマロキ列車や DD14 型と異なる、時速 20km というロータリー除雪車としては、かつてない高速で除雪を行った、DD53 型の倒雪の威力が凄まじく、 窓ガラスや屋根瓦を破損するばかりか、民家の室内にあったピアノを破壊したという事実かどうかも疑わしい伝説を残している。DD53 型のロータリーヘッドの運転席は、前方確認及び雪の書き寄せ状況の確認を容易にするために、当節口の前方を、書き寄せ跳ね車状に配置されているが、高年沿線の宅地化等により、当節の被害が頻発したため、 2.3号機については1976年以降に、当雪方向の確認を容易にするために運転席を、当雪口の後方である、機械室全部に移設する改造が行われた。この改造に前後して、除雪補助機関車を合理化の観点から、少数試作機である DD20 型からで1 0型に置き換えることにもなり、DD53DD20 系の元となる DD51、 型とデジュー型では変速機の速度診断が異なることから DD53 型と補給運用につくデジュー型には変速機読み替え機能や表示等増設等の改造が行われた。1号機は旭川機関区へ転属したが、雪質と沿線環境の大きく異なる旭川では除雪車としての稼働率は低く、当機においてもロータリーヘッドを外したまま主に、 宗谷本線の塩刈り峠で広報機として使われていた。その後1976年に新城機関区へ転属となり、新潟地区と同じく豪雪地帯を抱える大宇本線の米沢駅横停機関で試験的に除雪を行ったが、同線も沿線の宅地化が進んでいたことから建築物破損や電線の切断といった問題を起こし、運用区間を 立岡駅院内駅間に限定したが、あまり稼働することもなく、ロータリーヘッドも未改造のまま1986年に廃車となった。その後、同期は高崎運転所に移され同地で保管された後薄い峠鉄道文化村に生態保存されている。新潟地区で運用され続けた二号機と三号機は、1八十二年の上越新幹線開業後は上越線。 新越本線、水上駅長岡駅間、柏崎駅長岡駅間以外に、新越本線の黒姫駅、直越駅間でも運用されるようにり、1987年に東日本旅客鉄道、JR 東日本へと紹介された。JR 加護は、長岡運転所、現、長岡車両センターに所属し、2号機は主に、新越本線、3号機は、上越線、 水上駅、宮内駅間の除雪にしおれた。しかし、上越新幹線開業後は、上越線の重要度が低下、また、沿線の降雪量の減少もあって1980年代までは、補機を従えた、最大出力での除雪運用が特に行われていた、水上駅石田駅間でも次第に、DD14 型だけで、除雪運用をこなすようになったため、2001年に3号機が、 廃車となり、残る2号機は引き続き、新越本線の除雪に用いられた。民営化後の2号機は、得意な運用が行われている。1987年4月には、新潟新幹線車両基地一般公開に合わせて、面白列車として、長岡駅新潟駅間を走行した。この時は、DD53KEF64 型1000番台プラス14。 軽客車で15系の編成で、プッシュプル方式で運転し、ロータリーヘッドは装着した状態のままであった。これは1970年代半ばを最後に、夏季仕様が消滅して以来久々の営業列車の原因であった。また、同年春には、新越本線で DD14 系 DD53 型のプッシュプル方式による列車も運転された。以降、 約20年ほど旅客運用が行われなかったが、2006年11月3日から5日まで、車両検査を行う C57 型180号機に代わり2号機が、万越再生ニーツ駅合図若松駅間で、DD53 万越物語号牽引に、銃通れた。この列車の運転は、平成21世紀に入って、初めての DD53 型の旅客運用として、 大きな話題となった。翌2007年4月14日15日には、リニューアルした、万越物語用客者のお披露目、運転団体臨時列車として、再び2号機が牽引し、今度は、上越本線を走行した。14日が、出はとして、翌15日に、鳥海として列車名が設定されたため、運転の際に同期には、かつての寝台特急、では鳥海のヘッドマークを掲出した。 二号機は、上記の2007年春の団体印印車検員を最後に運用を売り出し、その後は保留車として長らく、長岡車両センター内で留置されていたが、2010年3月10日に、秋田総合車両センターへ、自力回送車、同日付で廃車となった。同期の廃車により、DD53 型は廃形式となった。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。